こんにちは。シェア畑式菜園アドバイザーの柳です。今日はスーパーでお買い物する時の良い野菜の見分け方をご紹介したいと思います。今日は白菜を紹介いたします。それでは一つ目のポイントです。まずは葉っぱの色になります。葉っぱの色が、きれいな緑色で、みずみずしいこと。こちらですね。これが悪い例になります。葉っぱが全体的に白くて緑色がないですね。二つ目のポイントです。しっかり葉っぱが丸まっていて、外側から実を触った時に硬いもの、ギュッと実が締まっているものが良い白菜。でこちらの白菜は、ちょっとふかふかして、まだ中の内葉が増えてない白菜ですね。こういう白菜は選ばないようにしてください。それでは3つ目のポイントです。芯を見ます。白菜の芯が白菜の中心にあること。そしてこの切り口が綺麗なものを選んでください。こちらのように、切り口がちょっと茶色く傷み始めているものっていうのは収穫してから時間が経っているものですので、あまり選ばないようにしてください。白菜なんですが、丸ごと買わずにカットされたものを買うことも多いと思います。半分だったり4分の1だったり、カットされた白菜を選ぶときにはですね、この内葉をよく見てください。白菜っていうのは収穫されてから、その後もずっと成長続けています。ここから栄養が出て成長するんですが、内葉がどん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 こう膨らんできます。で収穫してから時間が経っているものっていうのはこうやって内葉膨らんでますので、4分の1カットですとここが盛り上がっている、半分ですとこういうふうに楕円形に膨らんでいるもの、そういうものは収穫してから少し時間が経っているものですので、あまり選ばないようにしてください。本日は良い白菜の見分け方をご紹介しました。これからお鍋の季節で白菜ご購入される機会多いと思いますので、ぜひ参考にされてください。ぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。シェア畑式菜園アドバイザー柳でした。またねー。